あれ？ここはどこ？おや？やあ、気がつかれましたか。え？あ、はい。安心してください。ここは村の診療所で、私は医者の入江と申します。どうも。そういえば、診療所に立ち寄った時に見かけたような。ああ、心配しないでください。着替えを行ったのはうちの看護師ですから。治療も怪我の消毒と栄養剤を注射しただけですよ。ああ、どうも。ちょっと待っていてください。今大石さんを呼んできますので。気がつきましたか、トモエちゃん。大石さん。いやー、よかったよかった。ずっと目を覚まさないから一時はどうなることかと心配しましたよ。すみません、ご心配をおかけしました。いえいえ、無事でいてくれて何よりです。あなたにもしものことがあったら、私は柿内のまどかちゃんに殺されちゃいますからね。そんな大げさな。お加減はいかがですか。どこか体に痛みとかはありますか。頭がちょっと痛いくらいで、特には。睡眠不足ですね。それと過労も溜まっているようです。ここしばらくあまり十分に寝ておられないんじゃないですか。いけませんよ、トモエちゃん。お忙しいのはわかりますが、睡眠不足は年頃の女性にとって大敵なんですからね。わかってますよ。とりあえず大事はないんですね、入江先生。ええ、おそらくは。頭に少しコブはできていますが、転んだ時にぶつけただけのようなので大丈夫でしょう。転んだ時。はあ、それよかった。入江先生、ちょいとともえちゃんと二人で話がしたいんですが、よろしいですか。ええ、どうぞ。隣の部屋が診察室なので、何かありましたら呼んでください。
昨日はすみませんでした。ともいちゃんの連絡を受けてから車を飛ばして電話ボックスに駆けつけたら、あなたが中でぐったりと倒れていましたからね。正直まさかと思って、酔いどころか肝が冷えましたよ。すみません。って大石さん、まさか飲酒運転してませんよね？大丈夫ですよ。運転させたのは若手で、そいつにはもともと一滴も飲ませていませんでしたからね。ま、そっちに気が回るようなら、意識もはっきりしているようですね。なら、ちょっと質問をさせてください。トメちゃん、昨日の晩に何があったんですか？昨日の晩って、そうだ、あの時。死ね、おバカ。なら、どうして私を殺すのをやめた？どうしました、トメちゃん？あ、いえ、真っ暗の中にいきなりで、相手の顔を見る暇もありませんでした。ほう、柔道三段のトメちゃんを気絶させるなんざ、よっぽどの武道の達人ですね。剣道です。そういえば、あの事件でも。それで、この後どうします？入江先生の話だと、体力の回復のためにも一日入院して安静にすべきということなんですが。いえ、起きます。とても寝ている場合じゃありませんから。そうですか、わかりました。なら一度沖宮署に戻りますか。どうしました？そこにいると着替えられないんですけど。ああ、私のことは気にしないで。さあ、どうぞどうぞ。
私が気にするんです。こいつは失礼しました。ともえちゃん、覗いたらぶっ飛ばしますよ。リュウグウレイナが現在不定期に通っている病院の裏が取れました。やはりゴグラにある大学病院だそうです。え、その主婦さんとうまい具合に昨夜の懇親会でお会いして、ちょっとした話題をきっかけに教えていただけました。彼女の話だとリュウグウレイナは誰にでも割と愛想のいい子なんですが、その時は感じが違っていたので、よほど体調が悪いのかと心配になったそうですよ。ただあっちでの聞き込み調査は県警本部さんか沖の宮とは違う警察署さんの管轄でしてね、私らには手も足も出んのです。まして令状の発行なんてほぼ不可能だから、相当に活動は制限されちゃいますよ。それでも行きますか？もちろんです。さて、ここか。商売繁盛ね。いい話じゃないけど。あれ？よろしくお願いします。はい、わかりました。こちらが呼び出し番号になります。できましたらお呼びしますので、しばらく待合室でお待ちください。あ、はい。は、こんにちは。また会ったわね。あ、こんにちは。どこか具合でも悪いの？いえ、別に。あ、ごめん。ぶしつけなことを聞いちゃったわね。どうも職業柄気になったことは何でも口に出すのが癖になって。助けてもらったのに、ちゃんとお礼が言えてなくて。
ああ、うん、別に。それに私頭の中が混乱してて、なんだか逃げるように帰っちゃって、失礼な感じになってごめんなさい。失礼なんて私全然思ってないわよ。むしろ当然よ。怒ってませんか？なんで怒るのよ。今はまた会えてとっても嬉しいわ。よかった。それにしてもこの病院って人がいっぱいね。結構待たされたんじゃないの？あ、でも私は早めに来たから割とすぐでした。薬局はちょっと混んでるみたいだけど。じゃあ待ってる間退屈しちゃうわね。あ、ちょうどいいところに自販機。ジュースでも飲まない？え？あ、いいえ、いいです。そんな。いいからいいから。オレンジジュースと炭酸どっちがいい？あ、オレンジジュース。はい、これでいい？あ、ありがとうございます。そうだ、お金。いいって。それとも私の買ったジュースが飲めないってか？そんなこと。冗談だって。喫茶店よりは安いんだし遠慮しないで。はい、ありがとうございます。そういえば診療所から直行で朝食食べてなかったっけ？お、早いですね。ん？まあね、これだけは人に負けたことないかも。給食の時は男子とガチでやり合って、もっと女の子らしくしろなんて先生によく怒られたものよ。いただきます。おいしい。うん、なかなかいけるよね。初めて見るメーカーだからどうかなって思ったけど、これは当たりね。柿打ちにも持って帰ろうかな。え、刑事さん、柿打ちの方なんですか？うん、そうよ。で、あなたも？あ、はい。半年前に沖ノ宮から引っ越したんです。へえ、偶然。ということは私は茨城から2ヶ月前に来たばかりだし、あなたが先輩ね。先輩ってそんな。あ、おう、私は見ないよ。忘れちゃった？すみません。そんなに気にしないで。人の名前なんて一回で覚えられるわけがないんだから。でも私は名字よりともえって呼んでくれた方が嬉しいかな。ともえ？うん、柔道のともえ投げのって。なんか嫌な例えね。色気がないっていうか。
巴さんでいいですか？うん。あなたのお名前も聞いていい？はい。私、夏美です。君吉夏美って言います。へえ、君吉さんでいいのかな？あ、私も夏美って呼んでください。うん、わかった。夏美さん、ね。はい。あれ？君吉って…どうしたの？夏美さん。書き打ちって、どうですか？どうって？なんていうか、巴さんは引っ越してきて、どんなイメージだったのかなって。イメージね。駅前が賑やかで、飲食店が多いって感じかな。一人暮らしだからあまり利用しないけど。私、前がこの沖宮だったから、結構びっくりでした。引っ越す前は都会にちょっと憧れてたんですけど、予想以上だったっていうか、予想以上？あんなに、この街とは違うんだなって。柿打ちって、買い物もすごく便利だし、人もいっぱいで賑やかですよね。でもなんだか、スピード感が違うっていうか、時々、目が回りそうになっちゃいます。最新の流行とかも、何がどうすごいのか、よく理解できなくて。今の生活、楽しくないの？いえ、そうじゃないんです。遊ぶところもいっぱいあるし、ショッピングも楽しいし。でも、沖宮とはまるで別世界みたいだから、田舎者の私がうまくやっていけるか、少し不安で。なるほど。この子の場合、後者か。それに。お母さんが勧めてくれたんです。いい大学に合格するためには、ちょっと無理をしても、いい高校に入っておいた方がいいって。だけど。確かに、趣味で走ってた人間に向かって、練習もせずにいきなり全国大会に出ろっていうようなものよね。足が折れるか、心臓が破裂するっての。
すみません、ともえさん。変なこと話しちゃって、私。ううん、気にしないで。その気持ち、すごくわかるから。え？実はね、私もあなたと同じよ。大学の時に引っ越して、やっぱり今のあなたみたいに悩んだりもしたわ。そう、なんですか？私ね、高校の頃まで東京に住んでいたの。だけど、家の事情で茨城に引っ越して、生活のリズムが一変しちゃって、かなり戸惑った。夏美さんと逆のパターンよね。今から思えばそんなに大した違いじゃないんだけど、話し方とか、訛りとか、ちょっとした違和感の積み重ねが結構重かった。それに、東京だと当たり前に手に入るようなものが、そこでは買いに行くだけでも一苦労。なんか、一人だけ置き去りになった気分になっちゃったな。置き去りになった。おまけに、祖母がぎっくり腰になったおかげで、畑で農作業を手伝うことになってね。いろいろ初めてで、最初は失敗ばかりして、一緒に働いてた人たちにも呆れられて。慣れない間は正直、嫌で嫌で仕方がなかった。私って割と保守的で、適応力が低い性格だったから、なおさらそう。いつの間にか毎日、元の町に戻ることばかり考えていたわ。ともえさん。だけど、ね。だけど？初めて自分で作った野菜を食べた時、すごく美味しかったの。東京で買ったことのある野菜と同じなのに、味が違っているように思えた。なんだか、不思議だった。その時ね、感じたの。違っていることは別に悪いことばかりじゃない。なのに私は周りに合わせなきゃって思いすぎて、気を使いすぎて、勝手に苦手意識を持ってしまっていた。そして、違っていることを毛嫌いして、違いを楽しもうとしなかった。違いを楽しむ？ええ。夏美さんは旅行したことってある？あれと同じなの。住んでいた町や村と違う環境を見て楽しむ。それが旅行の醍醐味でしょ？それなのに、引っ越しとなると、不思議なことにそうとは思えなくなってしまう。元は同じなのにね。だって、旅行は一時的なものですから。引っ越しは、ずっとその場所に居続けるじゃないですか。ごめんなさい。私、つい。ううん。その通りよ。それに、あなたの場合は学校もある。何もかも旅行と同じってわけにはいかないわよね。願望ってね、一つ間違えると義務になっちゃうの。例えば、最初はそうしたいって思っていたはずなのに、いつの間にかそうしなきゃって自分を追い込んでしまう。私は陸上で高飛びをやっていたんだけど、その時も記録を伸ばしたいって思うのと、伸ばさなきゃって思うのは、気構えとかプレッシャーとかが全然違うの。もちろんどちらが正しいかは断言できないけど、義務は結構ストレスが溜まって、だんだん苦痛に感じてくるのよね。
あの、ん？そういう時ってどうしたらいいんでしょうか。私の経験が参考になるのかはわからないけど、考え方一つよ。慣れなきゃ、合わせなきゃって身構える前に、慣れたい、合わせたいって思うこと。例えば、友達と仲良くならなきゃじゃなく、なりたいってね。ならなきゃから、なりたいに。そうそう。ところで、夏美さんは、もう新しい町で友達できた？あ、はい。でも、テンポが違うからいつもついていくのがやっとで。でも、どう？楽しくない？いえ。楽しいです。引っ越してきたばかりの私に初日から話しかけてくれたり、いろいろ気を使ってくれたりして。でも私、それがなんだかみんなに悪いかなって。だってみんなは私のためにいろいろと優しくしてくれるのに何もできないから。夏美さん。だけど、ねえ、夏美さん、友達って自分に何をしてくれるかって打算でなるものなの？え？友達と楽しい話をしたり、遊んだりする。何かで困っていたら手を差し伸べる。その時に見返りを期待することってあるのかしら。あ、いえ、そんなことは。そうよね。そんなこと考えたりしないでしょ？自分がそうしたいからそうしているだけよね。はい。だったら別に相手の好意はありがたく受け取っておけばいいんじゃないかしら。それに申し訳ないって遠慮されるより、ありがとうって言って喜んでくれた方がきっと友達も嬉しいと思う。迷惑をかけ合えるのは友達の特権なんだしね。迷惑をかけることがですか？だって知らない人に迷惑をかけるなんて絶対にできないでしょ。ふざけて相手を叩いたり、わざとひどいことを言ってみたり、普通だったら怒られても当然のことが友達にはできる。だってそれは相手のことが大好きだってことの裏返しなんだから。
それ、なんとなくだけど、わかります。でも、友達も、そう思ってくれるんでしょうか？そうよ。でなきゃ友達になろうって思ったりしないわ。むしろ、申し訳ないって感じすぎて、無理してでも答えなきゃって気を張り詰めても、いいことなんてない。でないと、今度は友達でいなきゃって考えるようになって、あなたも友達も一緒にいることが辛くなっちゃうわよ。大丈夫なんでしょうか。普段通りの私でいて、千里ちゃん、たまこちゃん、あ、私の友達の名前なんですが、みんなは仲良くしてくれるでしょうか。そうね。私は彼女たちがどんな子か知らないから、いい加減なことは言えないけど。だけど、本当のあなたを知らないうちから、その子たちは仲良くしようって来てくれたんでしょ？それって多分一方的にあなたにこっちへ来いってことじゃないと思う。その子たちはきっとあなたが重すぎる荷物を背負っているように見えたんじゃないかな。だから手伝ってあげようかってつもりで声をかけてくれた。そう思わない？あ、あなたが言うような優しい子たちなら大丈夫よ。彼女たちと仲良くなりたいって思う気持ち、話せば分かってくれると思うわ。だから思い切って相談してみたら？これから私も頑張るから今は手伝ってほしいって、それでもまだ申し訳ないって感じるなら語を付け加えたらどうかしら。私もみんなのためにできる限りのことをするからってね。ともえさん。ありがとうございます、ともえさん。え？私、やってみます。うまくできるかどうかはわからないけど、頑張って、友達に話してみます。ちょっと不安だけど、言わなきゃ始まりませんよね。お世辞じゃないわよ、夏美さん。もし、私があなたの友達だったら、きっとこう言うわ。任せなさい。一緒に頑張ろうってね。あ、取りに行かなきゃ。じゃあ私はそろそろ行くわ。ごめんね、好き勝手に喋って時間もらっちゃって。いえ、そんなことないです。あの、またお話聞いてもらってもいいですか？ええ、もちろん。だって私たち友達でしょ。
じゃあ。何？すみません。連絡先を聞いてもいいですか？もちろん。ちょっと待ってね。ああ、でもさすがに警察ですってかけたらギョッとされちゃうわね。なんて言ったらいいかな。じゃあ図書館の事務員さんでお願いします。私本が好きでよく利用していますから、それくらいの嘘はいいですよね。